皆さんこんばんは。マジカルエキストラタイムのお時間です。北見ゆず役武田ラリサタゴです。よろしくお願いします。こちらはアイドルマスターシンデレラガールズの楽曲について、制作過程なども含めて楽曲の面白さをリラックスした雰囲気でお伝えしていく大人なトーク番組です。そうなんだ。さて本日は君のステージ衣装本当はの CD に収録されている思い出じゃない今日もについてお話しするんですが、まずは今日一緒にお話をしてくれる方をご紹介します。思い出じゃない今日もの作詞作曲編曲を担当していただいたステミューさんと音楽プロデューサーの柏谷さんです。どうぞ。はい、バンダイナムコスタジオのステミューと申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、プロデューサーの皆様には初めましてになるかと思いますが、この曲ですね、私新人の頃に中川さんにお昼ご飯とかの雑談でゆずが好きって言って、それを中川さんがずっと覚えててくださって今回作らせていただいて、とても光栄に思ってます。ゆずぴー、はい、ゆずぴー来ました。ゆずぴーだったりします。そして、はい、よろしくお願いいたします。お願いします。はい、日本コロンビアの柏谷です。よろしくお願いします。お願いします。はい、というわけで、うん、開幕ゆずぴーであるという、うん、暴露が来ましたけどいやでもね、そうまさにその通りで、まあ、ちょっとこれまた後から話をするかもしれないけども、はい、ずっと前からもうその曲を作るっていうのが決まる前から、うん、中川さんからゆずが好きで好きでしょうがないんだよしょうがないんだっていう話は聞いてたんですよ、うん、なので、まあ、曲が、ね、作る時には頼んでみようかなって前から思ったっていうのはありますよ。ああ、そうなんです。そうなんですね。でも、はい、ゆずのことが好きで好きでしょうがない感じはもうめちゃめちゃ伝わってきててね。そうなんですよね。だからこの曲についてもライブとかで結構もう言葉にするのもやむなぐらい多分もう出来上がった感じがあってそれはもうステミューさんも言ってて、私もそう実はもう、ね、私がこっから何か言うのちょっと野暮なんじゃないかとすら今思っていて、そうめっちゃ気持ちわかるんですけど、でもせっかくこうやっておしゃべりする機会をいただけたので、はい、ちょっともうこの激重制作人たちの ね、うん、まあこれから紐解いていく話を詰めていきましょうよ。詰めていきましょうと思います。ね、そう、それでね、まあ、ちょっとお待ちしたいのが、はい、有田子さんね、この曲をまず、ね、歌いますっていうのが来たじゃないですか、うん、はい、で歌資料が、まあ、来る前に自分がソロ曲歌うんだったら、うん、どういう曲かと思ったりしたのもあったの。あ、でも正直、うん、シンデレラのソロ曲の1曲目って、うん、そのアイドルのパブリックイメージに基づいたものが多かったんですよ、うん、そうね。で多分私がずっと思ってたゆずっていうのは、うん、思い出じゃない今日のゆずではあったんですけど、うん、きっとソロ曲が来るんだったらなんか元気でパッションでタオルな曲が来るんじゃないかなと思ってたら、うん、突然そのなんか箱じゃなくて、うん、箱の中身ですよみたいな曲をいただいてで私最初聞いた時に事務所から、うん、これソロ曲ですって言われてなかったんですよ。ほうほうほう。次の歌唱曲これですってお年寄りもらって、うん、でタイトル見て、うん、まだソロ曲だって気づいてなくて、うん、あ、なんかしっとりっぽいな、どうなんだろう、誰と歌うんだろうなって思いながら聞いてたら脳、うん、がまたです。そう、脳がこれゆずだけの曲だって理解した瞬間にパーって涙が出てきて、ゆずの曲、ゆずのためだけのね曲ができたんだって思って。そうね、ソロ曲って、うん、確かに事務所に行ってなかったかもしれないね。あ、言った、事務所も知らなかったのか、うん、ね、私また、ね、アイムって思っちゃった、はい、ね、そうなんです、まあ、そんな感じで、曲の制作の話とかに、ね、うん、ね、進んでいければな感じですよね。そうですね、うん、あ、じゃあもう本編の方始めていきましょう。はい、それでは思い出じゃない今日についてお話ししていきます。マジカルエキストラタイムスタートです。はい、それではまず楽曲制作の最初の段階についてお話を聞きたいのですが、この曲はどんな感じで作り始めたんですかね。あ、実はね、作り始めようとして会議とかしたの結構前だよね。あ、そうなんですか。そうですね、5月とか、うん、5月、結構昔で。ちなみにさ、そのステミューさんの方はその、はい、自分がそのゆずの曲を作るっていう風にこう話が来る、はい、来るって思ってた。そのさっきの中川さんの話もあったけどさ、
いやもうその5月の打ち合わせのほぼ前日かその前くらいに来て、うん、もう光栄のあまり死にそうと出そうな感じでそれでもワクワクで会議に臨んでみたいな感じでしたね。 あのねでもそれ中川さんが言ってたんだけども、はい、事前に言うと、はい、本当に作り出すとこまで多分あの仕事何も手につかなくなるだろうからステビューさんがねあのギリギリちゃんと決まっていくまであの話をした方がいいって言われてて、はいそうなんだ。本当に分かってくださってありがとうございます。皆さんじゃあ実際ね例えばそれで、話が来てじゃあ打ち合わせがありますと、はい、ねご時世もご時世で Zoom で打ち合わせしたじゃないですか。はい、ね、そうですね。そこに打ち合わせ行くまでにもうなんか交渉交渉みたいなことはいろいろとこうなんか考えてたんですか。そうですね、もうどんな曲が似合いそうかっていうのは、うんまあ、資料こそいただいてたんですけど、うん、もちろん自分の中にも最初にありまして、うん、このタイプならこう、このタイプならこうとか。あなるほど。結構、はい、じゃあこちらからのオーダーでこういう曲だったらこうしようみたいなプランをバーってやっぱ考えてたんだね。はい、もうそれこそあのワードにまとめて3枚とかそんな感じで、はい、なるほどね、はいはいはい。まああのーはい、まあ、中川さんがさっきねそのセミューさんがゆずが好きでしょうがないって話を聞いてたから多分こちらの方もオーダーどうしようかという部分も持っててその変にこう固めるよりは多分そのもう多分俺以上にもう多分好きでしょうがないんだから多分こうしたいみたいな部分とかをねすごいしっかり持ってると思ったので逆にこっちが指定するよりは一回セミューさんの方からどういうのがしたいっていうのを聞いてみたいと思っててなのであの時の打ち合わせも多分結構ざっくりしたと思う。そのこうしたいこうしたい具体的な話じゃなくて意外とその、はい、なんだろう実装される時期とかその、まあ、実装って言われて発表される時期がクリスマス近辺になるっていうところと、はい、クリスマスなので例えばウィンターポップスがいいみたいな多分ざっくりそのぐらいで一回話をしてそう、はい、最後に残ったメモって冬感くらいだっためっちゃざっくりしてる、はい、そうだってね多分これを俺がその細かい指定したらそうしなきゃいけなくなっちゃうじゃないですか。そうですね。でも例えば俺以上にセミューさんの方がもうゆずが好きでこうのがいいっていう強くあるのであればやっぱそこは尊重したいと思ってて、ね、あんまり細かい指定はせずに逆にセミューさんがどういうのが上がってくるか一回見てみたいっていうのがあったんですよ。はい、ありがたいです。それでですね、はい、メモ残ったの冬感とは言いましたけど、まあ、あの絶対にっていうのがその冬感だけであってもちろん私個人もまたそのさっきのワードみたいな感じでバーッと話しながらメモしてまして、うん、あのその時聞いたあの言葉を書きながらその下に自分が書いたこと、あ、自分がその時によぎったこと、うん、クリスマスが過ぎても大丈夫なような冬、うん、クリスマス感狙いじゃなくてとか言われたその話の中で、うん、あ、じゃあ年末の切な感とかその終わりと始まりとか、あーいいなっていうのをそのままあいいなまでメモしたりして、うん、でその後、まあ打ち合わせが終わった後にまあゆずの写真とか見ながらイメトレをするわけですよ、うん、で改めてそのバーッと自分の書いたメモを見直して、うん、そのイメトレと照らし合わせていって、うん、構想曲全部作ったみたいなそんな流れでした、ね、私の中では、うん、はいはい、で柏屋さんの提出、はい、うん、あ、でも確かにそのあの、まあ、クリスマス限定にしない理由は結構やっぱりあって、うん、はい、あの限定にしてしまうと過ぎた後、うん、聞きづらくなるじゃないですか。いや、そうですね。だから軽くやっぱ匂わすことは匂わすんだけども、はい、まあ、大きく言えば冬感、うん、で、はい、さらにその例えば鈴の音とかなんかいろいろあるとクリスマスっぽく感じる部分もあるけどもやっぱり限定せずにクリスマスの雰囲気を出しつつ、うん、冬の感じを出したいなっていう部分があったんですよ、ね、はい、そういう感じに。だから多分一回そのセミューさんから来た時にその音の間、音かな、音色とかでもうちょっとこの冬の透き通った感じが欲しいみたいなことはオーダーしての記憶があるけども多分そういうことを言ったりとかしたかもしれないね、はい、ただね歌詞とか本当にリテイクスみたいな、はい、歌詞とかに関してはねもうやっぱりこうほぼ言うことがない部分、いや本当歌詞ありがたい本当歌詞ですよねこれはもう、はい、もうレゴ、はい、構成順序として、うん、あの私最初にその設計みたいのをさっき言った通り書いて、うん、もう歌詞とメロディー全部同時、アレンジまで全部同時にするんですね、というのも、なんというか正直歌作るときサウンド職にありまじく発言なんですけど、うん、歌詞作る作業が一番好きですし、その歌詞が、はい、キャラクターのための歌詞が生きるようにするために曲が合わせにいくべきだと思っていまして、うん、で、はい、なのでその歌詞がこの人がこういうことを言っているときに曲はこういう風に盛り上げる引き立てるとかそういうのでもう作詞作曲編曲全部同時にやったから、うん、そのある程度のビジョンを一発で歌手さんに示せたのかなっていうのもありますね。
そう、あのね、あのラビタボさんね、はい、よくあるんだけども、その作詞家と作曲家が分かれてる場合って、例えば作詞家の方がこうしたいとか、うん、作曲家がこうしたいって時に、それがきっちり噛み合えばすごいいい時もあるけども、はい、たまにこう噛み合わない時があるじゃないですか。その時にこうどちらかに忖度するじゃないけども、うんね、どっちがどう譲り合うかっていうのも出てくる時もあるので、うん、同じもし作詞の作曲ができるのであれば、うん、多分その方がなんか何でしょうね、こうちゃんとグッとまとまって形あるものができるかなっていうのがあって、うん、それもあったかもしれないよね。はい、うん、でイメトレの結果、うん、まあ、結果的に結構しっとりした曲で、先ほども武田さんおっしゃってましたけど、ができたんですけどまあ思ったよりしっとりしたけども、ね、なんかもうちょっと明るかと思ったけどもさ意外とこうしっとりしてるなっていうのはあったけども、ね、いやでもなんだろう、ゆずはすごく明るく歌ってるからしっとりっていうのも違うのかもしれないけど、うん、そうなんですよ、うん、バラードではないですよ、もちろん、うん、ただあれでは、あの初めこの歌詞だけ見ると結構やっぱりこう、うん、しっとりしてるんですよ。で、まあ、ただゆずが歌うときに表情が明るくなるから、うん、多分具合、はい、あんまり良くなるなって部分はあったんだけどもね、うん、はい、結果的にね、いい塩梅になったら、はい、なったと思います、ね、うん、ね、はい、そうですよ。まあちょっと多分いろいろこれから積もる話はたくさんあって話をしていこうと思うんですけども、おそらくもうですかあっという間、短いでしょ、めっちゃ短い、ね、多分ね、まだステミューさんにしろ、はい、あなたにしろ話したいことの多分本当全然話せないと思うから、はい、ね、これはじゃあちょっと一旦ここで締めますかじゃあ曲についていろいろお話ししてきましたが、うん、全然話足りませんが、はい、ここで皆さんと一緒に聞きたいと思います。それではお聞きください、北見ゆずで思い出じゃない今日。話をしようよ、お互い話題なんてなくっても言葉が溢れて止まらないような、いつもと変わらない話をさ、あのね、この世界に飛び込んでさ、本当は不安な日もあったんだよ、私は何か叶えるのかなって、ただ光の中を漂うのかなって、でもねワクワクは止まらない、友達や仲間たちが、そして君が、思い出じゃない私自身を作ってくれた、ありがとう今までの精一杯で曲を聴いた上で引き続きお話ししていきましょう、ね、たくさんあるからね、話したいことはね、ありすぎてね、野暮とか言いつつ結構あるんですよ、そう、野暮とか言ってるのにね、まあ、多分結構細かいいろいろ聴いていこうと思ってて、はい、ちなみにさ、ラリタコさんね、さっきこの曲を聴いた時に合図だと思ったじゃないですか、うん、はい、どういうポイントでそう思ったの、どういうポイントだったんだろう、すべて、うん、でも多分、うん、ゆずが、うん、普通の子じゃないですか、うん、そのゆずを象徴するアイコンとかって多分そんなにはなくて、うん、なんか春菜ちゃんでいうメガネみたいな、だからこの、うん、この単語が入ってたからゆずだとかはなかったんですけど、うん、なんか難しく考えてたよね、いやちょっと俺が思ったのは、そのこの歌詞って全部言葉なんですよ、はい、そのセリフで、あ、そうですね、そうかもしれない、うん、ゆずが喋ってるように感じたからかも、ゆずの喋ってる言葉で作られてるのよ、うん、なのでその言葉の口調とかが、これはゆずの個性がすごい詰まってるって部分があって、
そういうの作ったんだよね、すみくんに。はい、そう、あの先ほどのメモの中にも、あの友達思いで誰かと一緒に楽しく過ごしているようなイメージの強い子だったっていうのもあって、うん、対話相手が必要だなって思って、うん、で最終的になんか素直な気持ちで手をつないで歌うような、うん、あのその相手と、うんうん、そういう曲を目指そうと思った結果、まあ、こういう曲になって、うん、はいはい、そうなので、あの、はい、言葉口調なんだよこの歌詞が、ゆずのね。そう、確かにそう、レコーディングの時も、うん、なんかちょっとセリフ収録に似てた気がする、うん、歌うとか、うん、テクニカルなことじゃなくて、うん、なんか表情感を入れて、うん、ゆずと喋ってるような曲でっていう感じで作っていった、うんうん、そうね、多分だから意外とこの感情を多分乗りやすい曲なんですよ、うん、その言葉がその喋り口調みたいな、ね、言葉になってるので、うん、多分歌う時の感情の入れる時とかも多分普通の曲よりも入れやすい、うん、そして感情が乗りやすいっていうね、うん、部分があると思うので、うん、まあそれも計算して作ったのかもしれないけどもね、ステミューさんがね、はい、技術的にこだわったことになっちゃうんですけど、はい、喋るイントネーションにできるだけ沿うようなメロディーを作ったんですよ、うん、例えばまたさってまたさって上がるじゃないですか、うん、だから1,2,3 またさって感じで、うん、っていうのを曲通しても、うん、武田さんが喋りやすいように、うん、そんなあ計算されてたんだ。あとね、これすごい、はい、これいいと思ったのがブレスのタイミングが取りやすいの。だから取りやすいです、うん、あのすごいブレスが取りづらい曲ってあるじゃないですか、うん、でそうするとやっぱり歌いづらいし、うん、あの逆に感情乗せたいけどもブレスが、ね、厳しくて乗せづらいみたいなのあるかもしれないけども、これがそうじゃなくちゃんとブレスも取れるように言葉で作られてる分、多分歌うのもそんなにあれだけ激しく、ね、踊ったりとか出しながら歌ってるけども、はい、そんなに息苦しくはなかったでしょ。そうですね、うん、確かにステップしながら歌ってたけど、うん、はい、うん、歌う、実はこの曲6分弱もあるんですよね。長いよね、これも全然もない。これただね6分あるけども意外とその長さを感じないよね。はい、うん、そうですね、そう撮った後長っ思ったら、まあ、思ったらそうなんか体感そんなに長くないんですけどね、うん、気づいたら長かったってそうね、いやでもあれだよね、ライブとかだとこれだけ長いと、はい、結構動きもあるって大変じゃないの、まあ、終盤なんか一つ一つは別にそんな喋るように作られてるから大変じゃなかったんですけど、うん、あの感想もそんなになくて、うんうんうん、ずっとゆずが喋ってたから、うんうん、多分体はもしかしたら大変だったのかもしれないけど、うんうんうん、なんかそんなに大変かも感じなかったちなみにあんたがさ、あの何がこの、まあ、この間ライブさっきステミューさんもすごい良かったって言ってたし、多分その、ね、P の皆さんもみんな見てくれると思うんだけども、はい、もう俺はねすごい心配だったのが、はい、こうゲネとかいろいろやるたびにあなたが歌うたびに泣くじゃないですか大丈夫かなみたいな。いや本当レコーディングの時も逐一泣いてたし、ゲネもめちゃめちゃ泣いてて6分間泣かせるのを我慢し続けて今ハードワークを課してしまったのかってちょっとびっくり。レコーディングの時とかってどうだった、なんかその記憶に残ったとか印象深かったとかって、あのこれちょっと面白い話になっちゃうんですけど、うん、そのレコーディングの時ってリテイクがあって、うん、でリテイクってなんかもうちょっとこうした方がいいっていうところだったから、うん、だから大体もっとこうしてくださいっていつも言うわけじゃないですか、うん、柏谷さんが、うん、でもステミオさんがゆずピーだからこうしてくださいって柏谷さんが言った後に、でもあのすごいあそこすごい良かったですなんかいつもないフォローがあのいちいち褒めるよねこうしてこうしてこうした方がいいよみたいな、こここうだったからあでも僕はすごくいいと思いましたうわ励まされると思って、はい、そうだったね、うん、そうなんですよ。だからレコーディングの時も、うん、歌ってる間とかで、うん、ゲネとかも間では泣いてたんですけど、うん、歌唱中は泣かなかったし、うん、本番でもそうだったから、うん、多分歌ってる間はちゃんとゆずだったんですよね。分かる、あの、うん、多分そのゆずになっていれば、うん、自分の歌で泣かないじゃんかゆずは。そうそう泣かない、ね、泣いて歌わないから、うん、ね、だからなんかあちゃんと頑張って泣かずに歌い切ったと思ってね、偉いと思った。そうですね、なんか武田ラリサタグに戻った瞬間その6分6分の息にバーってくるんですよレコーディングで全部撮り終わってつるっと聴いた後に号泣したのね、そのあなたそうなんですよねそう、なんならもう一番を仮組みしたのが耳中に流れた時点で私レコーディングブースで一人ちょっと隠れて泣いてましたいやもうあまりある光栄です本当にいや仮歌だったのが、ね、ゆずの声で歌ってるなと思ってひとみさんレコーディング立ち会って印象残ったのか、はい、どうでした、すごいなんか褒めてくれましたけど
逆に普段皆さん褒めないんですか？褒めないんですか？でもあんなになんか愛の手みたいに褒めてくれたりはしないんですね。あ、でもどうだろうね。あそこは良かったけど、うんうん、あの次はそこプラスこうしてみたいな、やっぱあのリテイクだから、うん、ディレクションっていう意味であんまりそんな、はい、OK 最高これでいこうみたいなのはあんまりない、うんうん、まあ、そうなんでしょう、私が経験少ないせいかもしれないんですけれど、うん、もうなんか完成されていく喜びがすごくって、もうその度にもう心から感動してたんで、言わざるを得ないっていうのがあったんですよ。あのそれね、はい、意外と他の作家さんも言ってるんだけども、その、はい、作ってる段階で多分こうなるっていう想像するじゃないですか。ゆずのこういう、はい、こういう声感でこういう表情して歌ったんじゃないかっていうのを想像でしかないものが、スタジオでそのね、演者さんがちゃんと歌った時にそれがバシッてこう本当にくっきり見えてくる時に、うん、すごい感動はあるらしいって話をね、はい、聞きましたよ、ね、いい経験をさせていただきました。でもね、確かにそれはこっちもあって、やっぱりこう俺もその作る前のね、撮る前って多分こうなるだろうって予想はあるんだけども、うん、そこにちゃんと近づけるかとか、もしくはそれ以上のものを出せるかっていう部分とかを、やっぱそれがはまる時に来たって感じはねするから、うん、それが来るといい経験になります。確かにハマった感は、なんかいつもの楽曲ってやっぱ楽曲に対して北見ゆずはどう歌うのかみたいな、そのゆずを歌に近づけていくみたいな作業だと思うんですけど、なんかやっぱりソロ曲だから合わせていく必要がないというか、歌がもうゆずだから、なんかそこに感動したのかもしれない、なんか北見ゆずすぎるみたいな。でもな、成田子さんさ、多分これ全部全部が全部ゆずっぽくて好きだと思うんだけども、はい、あなた的にここのこの曲の見せ場とか、ここはすごい込めたとか、うん、ここをこう聴いてほしいみたいなのあったりする？いや、もうとにかく全部好きなんですけど、あの演者としてね、演者の竹田リザタグとして来ちゃったのが、うん、やっぱラッサビの眩しすぎた春が来て、うん、形をなくすとしてもそれは次に待つ出会いからの合図っていうところが、うん、もうとにかく好きで、うん、なんかこうやっぱゆずって初めて出会ったのがクリスマスっていうのもあるし、一番最初のカードがあの笑ってなくて、で例えばひろみちゃんとかそういうちょっと不器用な女の子が最初はうまく笑えないっていうのはわかるんですけど、ゆずみたいな女の子が別にそんなアイドルになったから人間性ガラって変わったわけじゃないのに、あんな顔でクリスマスで一人歩いてるのは何だったんだろうっていう引っかかりがずっとあって、うん、で声がついて、うん、でなんか私の声がついたゆずっていうのはすごく春の女の子な感じがしてて、で自分は間違ったゆずを演じてるつもりはないんですけど、でもあの日歩いてたあの冬の女の子はどこに行ったんだろう。みたいな、あのどこに行ったわけでもないかもしれないけど、うんうんうん、あのでこの歌詞を見たときにあーダメだー、手ぬぐい持ってきてるんですよ。ひとみくんここに対する、そう、あのあどこにも行ってなかったのかというか、はい、ここにいたのかという、はい、その遥か昔から私はいるので、もうすべてはい、そういうところも大好きなので、ちょっと自分の話になっちゃうんですけど、うん、あのこういうしっとりした曲になった理由みたいなのをもっと語らせていただいていいですかね。あ、ぜひぜひ。はい、あのちょっと作家のエゴみたいなところはちょっと出ちゃうかもしれないんですけど、アイマス関係なく曲作ったものとして言っておきたいことがあるんですよね。あの、うん、これもちろんゆずのための曲であるんですけど、あの聴く人に対してはあのその今をまさに生きるための応援ソングになってほしいなっていう面もあって、うん、というのもちょっと長くなっちゃうんですけど、すみません、あのこの曲作るとき結構あのバーッとあの構想はできたってさっき言ったんですけど、曲を作る意味自体に悩んじゃったことがあって、一回悩みすぎて私自身寝込んじゃったことがあったんですよ、うん、というのも、はい、あのすでにあのあこれはアイドルなんで歌うのはある意味当たり前なのかもしれないんですけれど、なんかもうキャラクターとして完成されているのにあえて新しい情報を差し込むのって自分がやって大丈夫なのか、どんな風に協力できるのか、せっかくこのキャラにこの声優さんに
たった一つのものを与えてあげるはちょっとおこがましいんですけど、なんか協力することになるのにっていうので悩んだんですね。でどういうテーマを持たせようかっていうのはもう一つその応援ソングっていう側面でして、学生時代に結構実は私中学高校くらいまでは結構友達付き合い苦手で暗い子だったんですけれど、大学の頃にめちゃくちゃ友人に恵まれたんですよね。でその頃にもう暗い自分は出さないぞみたいな感じで結構生きていたんですけど、ある時結構その時の親友に刺さること言われちゃって、お前周りに合わせようとしてるのすごく伝わるけど、なんかその過去の自分捨てようとしてるみたいでもったいないなって言われたことがあって、それがかなり刺さりまして、で良かったこともそうでないことも今の自分の糧に生きていきたいなっていうような出来事があったんですね。でそこでまさに魅力を感じたのが時を同じくして北見ゆずさん、そのアイドルとしての北見ゆず、はい、でこんな素敵な子がこうやって前を見て明るく生きてるんだから、なんか私も含めてみんな頑張ろうみたいな、そういう気持ちもあって、こういう風にちょっとあえて言うならエモい方向に行ったっていうのは、はい、そういうところもなんか重なって出てるのかもしれない。なんか前があって、はい、その後もあって今もあるみたいなところがすごい好きです、なるほどね。じゃあその曲の中のあなたのポイント的には、話戻るけど、すごい長い回答になりましたけどここです。ここに来るまで2人とも泣いたら俺どうしようかな、俺も泣いたほうがいいのかなと思ったけど、ダメだ、全員泣いちゃダメだよ。そう、ということなんだね。そのじゃあポイント的な部分がいっぱい全てだと思うけども、あえてここはこうみたいな部分だったりする、ここはぜひここは特に聴いてほしいとかさ、混じり合って生まれた歌がこんな日々の証なら、そうですね、なんか一人だけじゃなくて、なんか今までに会って今はもう会えない人とかいたとしても、なんかそれは自分の中に残っているんだよっていうことを感じてほしいですね。ダリタコさんさ、やっぱりそのライブの時にパフォーマンスして、はい、その時なんかやっぱりこうなんかどういう思いとかあったりしたの？もうなんかこれを言っちゃうと気負わせちゃうかもしれないんですけど、これからライブで私と見る人に、もうとにかくプレッシャーがすごかったですよ。はいはいはい、なんかゆずってキャラクター的にも結構サポートに回ることが多くて、で実際のライブも盛り上げ役っぽい感じで私自身出ることが多かったので、でそういうのは実は結構得意で、なんか盛り上げるぞみたいな楽しんでやれたんですけど、でもいざ自分がメインで自分しかいなくて、ゆずはどうするんだろうみたいな、はいはいはい、でなんか今まではその盛り上げとしてゆずを演じられたんですけど、この一人になった瞬間になんかうまく歌わなきゃとか、うまく踊らなきゃとか、なんかそういう方ばっかりすごい気になってしまって、なんかこんなに怯えてて怖がってて、ゆずになれるのかなっていうのが本当にマジで、ステージに出る直前の袖までずっと不安でした。そうだったんだ。へえ、はい、いや怖さはあんまり感じなくて、本当ですか？いつもそのステージパフォーマンス、あなたいつもそうだと思うけども、はい、あんまりこうその悩んだり弱いとこ見せないじゃないですか。そうですね。基本的にいつも明るくしてくれてるから、あんまりそういう部分を周りに見せない部分があるじゃない？だから当然そのソロ曲っていうプレッシャーはあると思うけども、多分 そういう悩みよりは、なんだろう、なんかなんだろうな、ちゃんとその表、間違う動向じゃなく、その表現した部分とか、ちゃんとリズムなれるかって部分とかを、なんかそこまで深く、マイナスの方よりは、なんかプラスに悩んでるような気がしたんですよ。あ、本当ですか？意外とそうなんですね。どうなんだろう、マイナスに悩んでたつもりはないんですけど、でも、なんかもしこれでステージパッて上がって、ゆずになってなくて、武田ラリザタゴのままだったら、この歌は絶対に歌えないから、第一声私出せるかなって。ああ、なるほどね。だから本当にゆずになれたから、
まあ、歌い終わったっていうことはそういうことなんですけど、お安心しました。あ、なるほど、大丈夫だった。なんかたった一人のステージでもちゃんとゆずになれたみたいな。あのね、変なってなります。歌う方もそうだと思うけど、やっぱりあの作る方も結構大変で、うん、その P のプロデューサーの思いがすごい強いんですよ、大体こういうソロ曲って、まあ、そうですよね。なのであのちゃんとそのプロデューサーが喜んでくれる、認めてくれる曲かどうかっていう部分を、大体そのソロ曲とみんなすごい悩んで、うん、1週2週3週の考えをずっと張り巡らされながら、時には本当にもうずっと無理だって言いながらね叫んで悩む人も結構多いですよ。いやでも今回のライブでは初披露の人も多かったんで、うん、そういう意味では支えられたかもしれない。本当に私しか初披露しませんだったら誰にもいよいよ言えなかったし、うん、なんならその仕事場で泣く、ゲネで泣くとかも多分できなかった、うん、けど今回は本当に私と同じぐらいプレッシャーを感じて背負ってでもやるぞって思う頼もしい仲間たちが本当にいっぱいいて、それこそゆずの前のね、春菜ちゃんとかもね出る直前まで震えてね。あのね、やっぱそのあの皆さんも含め3人ともみんな多分ね同じぐらいね、うん、緊張したと思うし。いやめっちゃわかります。もう本当言葉はあんまりなかったんですけど裏で、うんうん、すごい通じ合ってるよ今私たちっていうのが目と目で、ね、分かってね。なんかあと同じように作る方もあの3人3曲とも作る方もクソ大変でみんなこう、いやあのセミュー君はさやっぱりこうね、はい、あんまりそんなにリテイクしてないけども、結構やっぱりこうソロ曲の場合ってリテイクも結構激しくすることが多くて、本当にこう作家さんもすごい悩んでリテイクするたびに、あるたびにめちゃくちゃ過去のそのイベントとかセリフとか全部もう一回拾って、もう一回全部が全部把握してまた作り直すみたいなことやってるから、大体ねあのソロ曲作るとこの P になる人が多いんですよ、作家さんもね。あもうそれだけ向き合うから、そうそう、スティングさんの初めから P だったんだけどもそうそう、作るとその子の P なる作家さんがねめちゃくちゃ多いです。まあでも確かにスティングさんがユズと出会ってなくてもその自身のバックボーン持っててユズのこと調べ直したら絶対ユズ P になってる気がする。うん、そうかもしれないですね。芸人になりましたし。ちなみにさ、でもねあのいろいろとも話したけども、スティングさんの方もまだいろいろ話したいこともたくさんあると思うけども、はい、なんかこれは本当話しておきたいみたいなことあったりする？ですね、うん、あの曲がアニメで発表された時に武田さんの描いてくださったイラストを拝見して、うん、なんかもう本当に思い描いてた景色だってあの自分の作った時になりまして、うん、これが直接あのそれこそあの私ディレクションの時褒めボットみたいになっていたと思うんでなんかこうなんですみたいなことはそんなに言ってなかったと思うのに、こんなにバッチリ 100% 伝わってて感動して、そんでもってアニメの背景にもあの思い描いてた情景が大体これでもう感動して、それでもうまあコミュニもなんかそれ知ってるユズだって感じの感動がありまして、だからこそなんかプロデューサーさん方にもあのライブでもちろんあのそのライブでの武田さんの活躍となって同じシーンの沿ったメッセージがいってみんなあの今まで言うのはあれなんですけど感動してくださったのかなっていうのは、うん、はい、すごく感じていて、人にちゃんと伝えるってこういうことなのかもしれないな、言葉なくてもそうなのかもしれないなって、うん、ちょっとそういうことは感じていました、ね。まあ、なんかあれですよ、なんかこう話聞いてるとこう作家で話したよりP と話してる感じがするね。いや、そうなんですよね。ゆずみんさんと話してる気持ち。多分このパターンはね、いくら何時間でも喋れるパターンだと思うよ。全然いけますよ。今日3時間スペシャルですよ。でも、のりともさんの方ではさ、やっぱりこう、はい、今軽く話してたけども、やっぱりどうしても伝えておきたいとか、ありますか？あ、そうですね。やっぱゆずを、別にあのプロデューサーになってほしいってことじゃなくて、北見ゆずっていう女の子が、この曲によって多分、いろんな人に、見つかりやすくなったというか、そのゆず、うん、のパブリックイメージじゃなくて、これまで多分ゆずに興味があってちゃんと調べないと見えない部分が、うん、簡単に見つけられるようになった、この曲を聴くだけで、うん、それがすごく嬉しいんで、うん、でもう今プロデューサーになってる方もこれからなる方も、うん、でそうでない方もなんかこうゆずを見つけてほしいなと思います、この曲で、はいはいはい、ずっと私すごい概念的な話してますよね。そうだね、結構概念ふわっとしてるねなんかもうちょっとましてこうあのすごい待っててくれたプロデューサーに向けてなんか強い言葉で言ってほしいなんかもう一回やってみる、もう一回やってみる
いやプロデューサーさんお待たせしました。もうこれがね北見ゆずちゃんです。あなたの信じたゆずちゃんです。いっぱい聞いてこれからももっともっと愛してください。ゆずをよろしくお願いします。よかった、うん、そうです。よし、こういうことだ。そうですよ。まあでも本当ね、うん、あなたが全て言ってくれたから、まあ、俺から言えるのは本当にこの曲を皮切りで、この曲をきっかけにどんどんとこのねゆずを好きになってほしいし、ね、多分この曲きっかけでゆずってこういう子なんだとか思った人もいる。当然ライブを見てね、多分そのパフォーマンス見てゆずの曲にゆずに興味を持った人、曲から入る人もいると思うから、うん、そこでどんどんとゆずのなんかねファンが増えてくれると嬉しいし、もともとゆずが好きだった人がよりゆずを好きになってくれると作った方としてはこの上なく嬉しいって感じでございますね。素晴らしい進行です。すいません、もうメイン MC がこんな泣いちゃってもまあね、でも本当あなたがこう、まあね、今日軽くしか泣かなかったら毎回ねその歌うたびに泣いてたから本当心配でした。今日マシですよ、私ちょっとツーってくるぐらいでしたから全然マシですよ。ね、ね、じゃあ本当にあれですよ、あのお二方とも何か喋りたいなことがありますか、どうですか、大丈夫ですか。あ、先ほどあの、うん、応援歌的な側面も合わせ持つっていうちょっとだけ話させていただいたんですけど、うん、こういうみんなを応援するっていうのもこれからの北見ゆずさんに託させていただいてもいいですか、うん、あ、託されましたよ。託されちゃった。ゆずなんて答えるんだろうな。でも多分そんなに重くは受け取らず、きっと変わらず、はい、今までと変わらずいてくれると思います。はい、はい、ね、アイドルとして、そしてあのスタッフの皆さんとあのアイドルマスターとしてもうこれからの発展を願うばかりです。すごい大きな大きな話になったな。じゃあもう喋り足りないことはないですかね。まあね、初めも言いましたけど、やっぱねちょっとやっぱステージに込めたものが全てなんでね、なんか今言ったこととかがねちょっと自分の解釈と違うなとかなっても、それはきっとあの聞いてる人の数だけある思い出じゃない今日なんで、あなたの中にあるこの歌を大切にしてね愛してくれたらいいなと思います。いいこと言うな、さすが。ということで、残念ながらお時間です、はい、これからもたくさん聞いてください。さてマジカルエキストラタイムはお別れのお時間ですが、ご覧いただいているプロデューサーさんへ、最後のメッセージをちょっとお願いしたいなという、柏谷さんから、俺からだね、いただけますか。なるほどね。さっきその、まあ、あのロング版の方でもすごい喋ってちょっと被ることもあるかもしれないけども、うん、やっぱりそのソロ曲ってそこを皮切りに、新しくファンがつくかもしれないです、うん、この曲聴いてゆず可愛いなと思う人もいるし、ゆず素敵だと思う人がいて、ゆず、うん、に興味持ってくる人が増えるととても嬉しいし、うん、あとはもともとゆず好きだった、ね、プロデューサーの方がよりゆずを好きになってくれると作った方としても嬉しいと思いますので、そういう曲をまた作っていきたいなと思いますので、これからも頑張っていきます。今日はありがとうございました。はい、じゃあ続いてステミューさん、メッセージいただけますか。はい、北見ゆずちゃんのように皆さんもいろんな人といっぱい話をして自分の知ってる楽しいことを伝えていけるような、そんなそういうふうに生きていけたらな、生きていっていただけたらなって思います。北見ゆずちゃん応援してあげてください。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。ゆずピーだ。ゆずピーだ。プロデュース活動してる。じゃあ最後に私からも、これはでもきっとあのソロ曲をいただいた人がみんな思ってると思うんですけど、もう最高のソロ曲ですよ。こんなになんかゆずのことを愛するものだけで作られた曲がこの世に生まれたという奇跡に私はもう感謝したい。もうその曲の、まさに今です、ね、うん、もうまさに今まさに今です。思い出じゃない今日です。この曲をきっかけにゆずのことをもっと好きになって、そしてゆずのこと気になったっていう方はもう遠慮しないでほしい。もうこれからゆずのこと好きだっていうのを遠慮せず入ってきてください。この片足突っ込んでください、ね、でも本当あれですよ、あのライブねこれからもやるじゃないですか、うん、どんどんこの曲がこれで終わりじゃなくてこれが披露するよって、うん、またどんどんと進化していってね、どんどんこれからそう広がっていったり良くなって曲だったと思うので、うん、もうその CD の時点とかライブの時点でその時出せる最大限は出してますけど、うん、きっと時間が経ったらもっとね、うん、マックスの数値が高くなって、うん、もっと素晴らしいものが作れるんじゃないかなって自分でも思うので、これから先のねゆずも見守っていてください。ステミューさんもゆずピーとして見守っていてください、はい、お願いします、はい、それでは
次回のマジカルエキストラタイムもお楽しみに。今回の相手は北見ゆず役の武田ラリサタゴとステミューと、はい、日本コロンビアの柏木でした。ではまたお会いしましょう。さよなら。さよなら。ありがとうございます。